はい、こんにちは。今回ですね、桃の敵化紹介したいなと思います。紹介してくださるのは、丹沢さんです。おはようございます。よろしくお願いします。すみません、忙しい中、朝早くに。丹沢さん、なんで桃って敵化するんですかね。桃って咲いた花がほとんど実になってしまうんで、全部なっちゃうと、ちっちゃな実になっちゃうんで、実を減らして、大きい桃を作るためですね、やっぱりね。はい、そうやって間引くみたいな感じで。そうですね、はい、桃の実、とりあえず多そうなところをバーって間引いちゃえばいい感じですかね。まあ作業的にはね、間引くっていう作業なんですけども、やっぱり桃が一個一個こう大きくなってきますんで、ぶつかりっこしないようにある程度間隔を空けて残すようにしますけども、だいたい桃がね、このぐらい、玉ねぎくらいの大きさになるんで、拳くらいの間とりあえず開けてあればいいかなと思います。あ、ですか。最終的にはグー2個くらい、拳2個くらい開けた間隔、20センチとか30センチくらい開けるんですけども、この時期だと大体10センチくらい開いてれば、実も選べますんでね、はい、いいと思います。今はこの5月上旬ぐらいで、大体この5月上旬ぐらいになったら、じゃあ摘果できるっていう感じですか。そうですね、大体満開後40日ぐらいから始めてくださいっていうような話になってます。本によると満開後20日からって予備摘果ができますよなんていうことは書いてあります。それは花粉の多い品種。あ、なるほどね。で、花粉のなくて受粉した品種とかは満開後40日後ぐらいから大体判別がつくので、そこから摘果始める感じですね。桃っていろんな品種あると思うんですけれども、どの品種から手をつけていってもいいんですか。基本ね、どの品種からやっても大丈夫なんですけども、やっぱり早生の品種から順次やっていく方がいいかなと思います。早い品種ですね。収穫の早い品種、収穫の早い品種っていうのは早くに実が大きくなって、早くっていうか、収穫するまでの日数が少ないので、収穫前に2週間前に摘果しても玉大きくならないですよねやっぱりだいたい収穫の1ヶ月2ヶ月くらい前には、1回実なり花なりが落としてある方がいいですね。それでその後収穫の1ヶ月前にもう1回、見直しで袋をかけるっていう感じなんですけども、和紙の品種で、ね、氷川白鳳ってありますけど、この辺だと7月の1日くらいから収穫始めなんですけども、そうすると、5月の60日前っていうと5月の頭には1回目の摘果がしてないとどうしても玉張らないですね。川中島白桃だと8月の10日くらいから収穫始まるんで、2ヶ月前っていうと6月の10日までには1回触ったればいいんですけども、その頃まで実をつけたことやっぱりちょっと良くないんで、そういう品種によって収穫時期が変わってきて、生育日数がやっぱ稼げないと困るので、生育日数の短い和紙の品種から摘果する方がいいと思いますね。実際にじゃあこう摘果していくときにどんな感じで摘果していけばいいですかね。そうですね、これは、白鳳っていう品種で、花粉のある品種です。それで、摘来がしてあります。なってる状況を見ると上向きの実はつぼみの段階で全部取ってあるので、残ってるのは下向きの実がずっとこう残ってる感じだと思いますこれが長花子で、ここが短花子がこういうふうに左右に残ってるような感じですね。今こう見てるとなんか大きい実と小さい実があるんですけれども、この違いって何です。これは、ちっちゃい方は不受精花って言って、受精がしてないんですね、多分ね。なので、中で胚が死んでしまっているので、これ以上肥大してこないっていうことですね。こっちの方は大きくなっているのは、受粉して受精したので、中で、種の元ができて今盛んに細胞分裂状態ということで、こうなるのは、どの果物もそうだと思うんですけど、受粉の刺激で果実肥大って始まるんですよね。で最終的に中で、受精して、胚ができれば、成長が進むんですけども何らかの原因で胚が、できなかったと、受精しなかったっていうことでこういうふうに止まってしまうという状況が起こるんですね。実際残すのはじゃあ大きい実の
ほう、そうですね。でってことでいいですね、はい、あれですか、こうやっぱ摘果するときにこういう小さい実も落とした方がいいんですか、うん、そうですね、これあの、まあ、自然に落ちると思うんですけども、うんうん、あの残しておくとここにあの肺干し病とかがついて、あ、まあ、ここが発生源になって次に広がってしまうということになりますので、まあ、こういったものを落としますね。あ、なるほど、分かりました。まあ、30センチくらいのこれ枝ですね、はい、まあ、まあ偶感覚で残すにします、はい、摘花の時には元と先端を取ってから取っとくんですけども、はい、今年は霜が怖かったんで下向きは全部残してある状態です、うん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 、ですので、元は取ります。はい、5センチぐらいの間にあるものを取ります。だからこの2個は取っちゃいますね、で不受精のものを取ると、はい、で偶間隔を空けてちょっとこれがいいですね、はい、で次グーやるとこう全部埋まってしまうんで、うん、取っちゃなきゃならないけどちょっとね変更します。なんでかっていうとこれ葉っぱが下から出て実が横になってるんですよね。あ、はいはいはい、なってますね。次の実を見ると葉っぱが横から出て下向きに実がなってるんですね、うん、下向き下向きいやいや下向き、はい、これ横向きになってるんですよね。横向きになってるのはちょっと良くないっていうのかな。あ、もうこれも横向きなんで良くないんですけど、これも、ね、まあ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 、まあ、だから、下向きの葉っぱがついてるこの実の根元に葉芽が出てて葉っぱがついてるんですけども、こう葉っぱがついてる実を、残す方がいいです。ここ時々こう葉っぱがなくてね、品種によりけりなんですけども単体でこうに実がなってる場合と、葉っぱと実が一緒に出てるところと2つあるんですけど、はい、できれば葉っぱが出てるところに実をつける方が玉張りがいいって言われてますので、やってきますと、はい、感覚で言うとこれだけど実の向きがいいのはこれとこれなんで、あとはこれとこれどっちを選ぼうかってやったら、まあ大きい方を選んだ方がいいなと思うんで、はい、大きい方を選ぶけど、まあ、総配下がある場合は、ちっちゃい方を残します、うんうんうん、まあ、これは多分総配下じゃないんでこれを残してあとは取ります。横に曲げればねこういうふうに取れますんで、あ、下に引っ張らずに横に曲げるんですね、はいはい、こんな感じ。ちょっと広すぎるんですけど、ここにもう一個ね欲しいんですよね、こういうふうにね、あともう一個そこに感覚的にはね、偶感覚だとここにもう一個ぐらい欲しいんですけど、まあ枝によってねしょうがない、うん、できない場合もありますんで、うん、まあ、こんな感じ、はい、これもじゃあ、はいはい、今こんな形ですね、うん、で葉っぱが出ててこう実がどうなってるか分かんないですけど、持ち上げると分かりますんで持ち上げてみます、うん、はい、あ、はい、分かりやすいです。いい感じかな、はい、はい、ね、でこれもこうねいろいろなってるね。で摘果してみますね、はい、お願いします。まずは元を取ってないので元を 2,3 個取ります。で先端も取ってないんで先端も取ります。はい、でここから何個残るか測っていくとで、まあ、偶感覚でいくと、まあ、3個か4個残りそうな感じなんで、はい、3個か4個順次残していきますけども、先ほど言ったみたいに、これは、ね、実が横向きになっちゃうんで、はい、これね、でこう取っちゃいますね。これ残してこうにしますねで、まあ、これかこれのどっちか残しますけども、まあこっちは残したいんですけども、うん、次の様子も見て、あ、次の、ね、あんまりいいのが良くないねこれね。もうちょっとやってみようか。はい、ちょっと問題が出ましたねこれね、はい。同じところから2箇所実が出てるんですよね。あ、本当だ。これ、はい、これね、うまく取らないと残した方に傷がつくと、軸に傷がつくとこれ取れちゃう時があるんですよね。なのでこれ取る時はちょっとこう軸に影響が出ないようにこれ単独で取れるような感じでこれ取った方がいいですね。今なんかねじって取りましたね。あ、そうですね、こうねじってこの実だけやっつける感じ、うん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 、こっちに影響がいかないように。あ、なるほど。で次はこれも葉っぱ取りますね。グーにすると、まあ、これが残りますね。はい、はい、こうやってそれで上が決まってきたら最後これをどっちにしようかっていうのをこう決めると。なるほどなるほど、はい、でこれ偶感覚4個残りました。あ、本当は1、2、3、あ、4個、はい、4個、ね、残ったでしょ。なるほど、はい、これがいいんですね。そう、こういう感じでいいです。へえ、なるほど。これよりもね少なくする人もいますけど、まあ、このぐらいになってればまあ次袋かけの時は、まあ1、3番をつけるか2、4番をつけるか、うん、まあ、どっちかになると思うんですけど、これは枝の垂れ具合を見ながら1、3にするか2、4にするか考えるということですね。はい、
あ次こう来て、まあ、炭化紙がここにあと 1,2,3,4 個ありますので、はい、こっちも摘果しますね、はい、これとこれ、まあ、どっち残してもいいけど、この実は大きくなるとこれ枝ぶつかっちゃいますよね、これね、あ、はいはいはい、なので若干後ろ向きの、まあ、敵ライン的にも言いましたけど向こう向きになる実を残すということで、これ取っちゃいますね、はい、はい、で次これ、はい、ここ、お願いします。ここはこれはちょっと花だけ単独で咲いてるんで取っちゃいますね、はい、葉っぱがないってことですね。ないです、葉っぱがないので来ちゃう、はい、でこれ残して、でこれとこれどっちしようかって、まあ、炭化紙は先端側残せって言いますんで、これ先端側を残しますね、はい、で次これ、はい、これ4個になってるんですけど、そうですね、まあ、これがちょうど袋掛けしやすい位置じゃないかなと思う、まあ、これ近いけど、うん、とりあえず残しますまだ時期じゃない、決める時期じゃないんで決めませんけども、こうにします。でちょっとユニットが違うけどこっちの身も見えますので、はいいすはい、これも先端側を残しますね。炭化紙は基本じゃ先端側を残すですね。こうな、中華紙長華紙は、先端と元を取って中間に残すけども炭化紙の場合は、先端つけないとね、軸に近くなるとこうね傷ついちゃいますから、そもそもがってことですね、うん、そうですね、まあこんな感じで、はい、はい、お願いします、はい、これね、これ中華紙です。まあ、20センチぐらい、あ、これぐらいが中華紙、まあ中華紙、うん、まあ、僕はあんまりね、あの気にしてない、気にしてないですけどもまあ中華紙、はい、中華紙、はい、20センチぐらい中華紙中華紙で葉っぱの出がすごくいい中華紙、ね、たくさん出てる、出ますね、はい、だからまあこれ、まあ、残すとすれば、2個残すけどこれを基準玉にすると、はい、これかな、うーん、ちょっと近場でこっちに近くなっちゃうけどこっち残すかっていうことなんですけど、はい、まあないんで先端取っちゃいたいんですけど、うんうんうん、なくなっちゃうんで、グーで隙間が空くようにやりますということで、はい、じゃあやりますね、はい、お願いします。元を取ります。元はどうしてもダメなんで取りますであとここ、ね、これとこれとこれ取ってこんな感じですね。うーん、で、葉っぱを取る人と取らない人がいるんですけど、はいはい、これ葉っぱがねこう伸びてくると次風呂掛けの時に見えなくなっちゃうんで、うん、この葉っぱをこの段階こう取る人もいます。こうやって、あ、下向きの葉っぱを取っちゃう、はい、身に直接触る、葉っぱを葉芽を取るんですよね。そうすると次袋掛けの時に実が見やすくなるんで、そういうやり方もあるんですね、はい、僕やったりやらなかったりしますこんな感じかな、はい、これ説明なんでゆっくりやってますけど、実際作業はもっと早いです。で、いろんなバリエーションがあります、残し方に、まあ、はい、グーで基準玉を決めてグーで測っていくっていうやり方もありますけども、うん、枝によっては、ね、先端側にしかぎっちりなってないとか、うんうん、なり方がまばらとかってありますよね、はい、そういう時どうやるかっていうのをちょっとやるんですけども、はい、まあ、まず実を見てですね、どれが残せるかまず見ます、はい、でバランスよくなるやつをね、でこれはね、これ基準にしたいんですけど、はい、これ基準にすると先端側に行ってしまうんで、うん、一段下げますんで、こいつを基準にします。これ基準にして、はい、そうするとここら辺の葉っぱのあるところの実が残せそうなんで、うんうんうん、こうやってこうにしますね。で本当は残さないけど元も1個残しますで今度この枝に行きます。この辺炭化紙に行きますけども、はい、もうこれ残すって決めたらこう次これ行きますね、はい、これ残します。これ残すから、はい、で次これかこれどっちかなんですけど、あ、ここにないかな、こっちの方が向きがいいんでこっち残します先端がじゃないけどねで次これ3個同じとこから出ててどうしようか迷うんですけど、うまくねじってこう、うん、裏側に行くのこっちこうで高橋後半になっちゃうね、グー感覚にするとこれぶつかっちゃいますね、はい、もうぶつかっちゃうよっていう時は、これはグーで測ってもらって、あ、炭化紙同士でそうグーで測って、そうでこうこれね、いいもん、ここにつけるとねいいのになるんですよこれで取っちゃう。これはちょっとね、左右なんで、はい、ここは間近いですけどもこれ残しました、まあ、最終的にはこう来てこういうふうに残すか、こういうふうに残すか、
ここが1個つけてこういうふうになるか、2個つけてどっちか4個のうち1個になるかって、多分そういう形になると思うんですけど、今の段階ではこういう残し方、はい、コス残してってことですね、うん、まあ、大体2倍になってます。あ、2倍、最終着火量の2倍、うん、今グー感覚でやってますんで、最終着火はグー2個分開けますんで、そういうことか。まあ簡単に単純作業で言えば、1個かけたら1個取って、1個かけたら1個取ってってやっていけば最終着火量になってます。なるほど、はい、もうマニュアルチックになってます。いいですね、わかりやすいです。じゃあ着火のこっちのね、はい、はい、これも難しいね。これ3個残そうか、はい、先端からいきます。残す、こう、こう今やってる場所は日当たりのいい先端側なので、なるべくたくさん実をつけたいので、うん、残せる可能性のあるものをなるべく残すという考えですので、うん、あとね、狭めに狭くにたくさん残すっていうこともやります、うん、日当たりのいい場所は、そう、日当たりのいい場所もたくさんつけます。まあいろいろ後でね、また話するけど、はい、あのなんだ、樹勢がね保てないというか、暴れすぎちゃうんで、こうでグー、ここグー感覚にするとこれが1個多いよね、うんうんうん、近いですよね、はい、ここがこう近いから、近い場合はそうグーで測って近いから、こう来てこう来たらこれを取って、これちょっと元すぎて、これ葉っぱの伸びがね、これもうこれ伸びないんです多分これね、こういうのはね残してもしょうがない。こっちは伸びそうな雰囲気ですよね、まだちょっと、こっちは伸びないんですよこれね、これ取っちゃいます。これちょっと内が入ってきますね、内が入るから、はい、まあ多分映んないけど、はい、です。まあ大丈夫かな、こうやって、これ炭化したな、これはこれが一番大きくていいんだけど、個数稼ぐためにこうしよう、こうグー開きますんで、はい、はい、今度こっちのユニット、これ炭化紙群ですね、炭化紙がいっぱいある、あ、やつね、はい、説明するか、これもね、はい、今は予備鉄火で、多めに残す、最終的にどうなるかっていう話から逆算して話をすると、はい、この新芽の新梢を5本に1個実をつけるんですよ。新梢の本数、本数5本に1個、5本に1個実をつけるんですよね。だからこれすごい分かりやすいんですけど、1、2、3、4、5、6本、はい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 、これあ、なんかちょっと待ってください。新梢を最終的には5本に1個ならすんですね、これ基本の量が。で超過紙でも、まあ、そうなんですけど、まあ、この5本の緑の新梢を5本につき1個つけると大体グー2個間隔ぐらいになると思うんですけども、それがちょうど、桃1個ならせるために必要な光合成量、稼ぐ葉っぱの数と。あ、そう、5本に1個、そう、なのでこういう炭化紙がこういう出てる枝があったら、これ最終的にこの中で、まあ、1個か、まあ、ならせ2個あ、うん、ぐらいなんですね。そう、まあ、1個は必ずつけます、はい、それでとりあえず、まあ、これ6本あるんで、まあ、6個実を残します、これ、ね、各新炭化紙ごとに1個ずつ実を残して、まあ、難しい言葉で言うと葉化比率ですね、葉っぱと果物の果実の比率、葉化比率、うん、はい、よくあの岡山の方がね、適来の段階で葉化比2対1になるように適来しますとかって言ってましたけど、あ、まあ、最終的には5個に1個にするとか4個に1個にするとかっていう話は聞いたことあるんですけど、まあこの辺でもだいたい5本に1個が基本で、日当たりのいいとこは3、4個に1個、で日当たりの悪いとこは7本に1個とか、あ、なるほどね、まあ、そうにやってる、まあ、5個に1個、まあ、こうなってれば、まあ、次袋かけの時には、ね、一番先端に来てる枝がいいものになりますんで、ここに1個つけて拳2個開けると、まあ、右か左のどちらかに実がつくと、あとは取っちゃうんですけど、これ今取っちゃうと真っ暗になっちゃうんで、あ、どんどん伸びちゃうから、なので今ちょっとブレーキ用に捨て玉がなってるという状態。いや、いいかな、はい、じゃあ一旦切りますね、はい、はい。